ターホースポケット。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきましょう。さあ、馬風石メダル。次はコラボガチャチケットですね。私は北方くるみ、よろしくね。プレゼントが届いてるわよ。おっと、デイリーガチャだ。てかデイリーガチャです。おっとっていつものですね。イベント開催中よ。神社。ラッキーバーの牛、いきなり一発で来た。炎です。クエスト達成よ。イベント開催中よ。はい、ということで、前回の続きをやっていきましょう。WBC 登録できますね。今回は SWBC を見事に制覇しまして、 WBC 出られる権利はあります。ただ今回はジャパンカップかな。あ、そうだ、ジャパンカップじゃない、香港カップですね。2400になると途端に距離長くなりますんで、これなんだろう、成長促進トリフ。今更感ありますね。イベント開催中よ。まずまずかしら。人参ですね。いい感じだわ。何かよ。スタートもいいんですけど、そんなに良くないよね。イベント開催中よ。元気いっぱいね。嬉しそうね。さあ、残り3周なんで、クエスト達成よ。イベント開催中よ。取りましたからね。馬体重もこれがベストです。イベント開催中よ。いい感じだわ。嬉しそうね。
今週はレースがあるわね。さあレースの週です。おっと、別にいいかな。あ、しまった。元気いっぱいね。何かよ。プラス2キロ重い。と言ってもそれほど上積みがあるわけじゃないしな。一番人気よ。 1.5 倍ダントツを一番人気。ただいまより投票受付を開始します。おー、グリグリですね。ラブリーデイ、遠心光、モーリス、モーリスが2番人気ですね。これがモーリスです。え、父親スクリーンヒーローなんだ。はい、ステファノスなんかも出てきますね。ここまで来るともう最近の馬って感じがします。まあ、SWBC を勝った馬ですが、ここは通過点のはずです。香港マイルです。香港マイルじゃない、香港カップです。シャティン競馬場、スタンドにびっしりと詰めかけた6万人を超えるお客さん、シャティンの興奮が頂点へ達します。さあスタート、まずまずのスタートと言っていただきます。果たして何が行くのでありましょうか。花を切ったのは11番遠心光、そのうちにラブリーデイ、それからエレクスーパースター、モーリスがその後ろ12頭、第1コーナー B2 カーブを取ります。内を通りましてブレーキングスピード、そして6番手に3番バンピット、それからもう1頭エリプティク、これが1番人気の型止まりであります。そしてその後ろからシークレットウェポン、その外にフォースオブフォーチュン、内を通ってステファノス、そして外からは5番デザインゾーンローム。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭行くのは11番遠心光、4分の3馬身リード、ラブリーデイ、この辺りちょっと前を行きます。スーパースター、外を通りまして、そんなに速くないですよね。これ気になります。さあ第3コーナーに差し掛かります。その後ろでやりましょうか。6番ブレイキングスピード、ちょっと離れて3番ガンピットでやります。その外からは9番エリプティク、そして内からはシークレットウェポン、そして1番人気のカタノバレ、うまくいっているんではないでしょうか。そしてそのうちに10番フォースオブフォーチュン、ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、カタノバレ直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はラブリーデイだ。1番シンリードカタノバレも追い込んできた。ここで先頭に立ったモーリス、ステファノス懸命に追う、ステファノスも差を詰めてきている。このまま粘れるかモーリス、外をついてカタノバレが来ている。内か外か、最後はもうおーっと、本当に大接戦になったぞ。浮かしてる、わずかに薄氷の勝利です。勝ちは勝ち、完全にちょっとペースに翻弄されましたけどね。前の恋のペースだったと言えるのではないでしょうか。そう、よく追い込んできました。確定しました。
イベント開催中よ。おっと、今なんか手に入れたぞ。太陽の巻き棒の何かを手に入れた感じはある。極秘状況がありますね。ただここで極秘状況やってもね。いい仕上がりだわ。やるんですけどね。100も消費するんだ。いい仕上がりだわ。放牧です。残り43周ですね。イベント開催中よ。何か用？ポイントも交換できる。今1000いってますね。お、SSR ガチャチケットがもうすぐじゃないな、あと半分ぐらいで達成できますよね。イベント開催中よ。はい。イベント開催中よ。はい、というわけで、見事に香港カップを制しました。まあギリギリの勝利だったんですけどね。ここを勝ったことは大きいかなと思います。次回はドバイの間があるのでWBC 出てドバイに行きたいと思います。でまた SWBC 行ければいいなと思いますので、応援よろしくお願いします。応援といえばチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今920人ぐらいとなっております。あと80人でチャンネル登録じゃない、収益化の一つの条件であります。1000人を達成することができますので、ぜひぜひ応援いただければ嬉しく思います。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。また関連動画動画プレイリスト最後の20秒で表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。以上、スターホースポケットをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。